はい、どうもまこです。今回ですね、まだね購入の方に迷っているこちらのハイラックスなんですけど、グレードがですね、まあ、X と Z と2種類のねグレードがあるんですよ。だいたい値段の差が40万円ぐらいあります。実際ね、自分にとってどっちをね買った方がいいのかっていうのも悩んでるところがありまして、カタログをね見ながら自分の中で情報を整理していきたいと思います。まずですね、 X と Z で、まあ外装エクステリアですよね。まあ大きく違う部分としては、 Z の方はですね、全体的にですねパーツがねメッキでね加色されてるんですよ。もうパッと見でわかるんですけど、まあグレードのね高い Z の方はですね、もうねメッキが入ってるんですよね。フロントの周りとか、あとはドアミラーですね。ドアミラーもメッキになってるんですよ。あとはドアノブの部分ですね。であとね、後ろの方に回るとバンパーのところですね、あそこも Z だとメッキになってるんです。一方の X だと、まあ今言ったようなね、そのメッキの部分になってるっていうものが、まあグレーの塗装になってるんですよね。で、まあこれはぶっちゃけ、まあ好みの問題が結構大きいかなっていうふうに思います。まあ街乗りなんかで、まあ高級感をね、出したい方っていうのは、メッキパーツがね、入ってる方が高級感は増すんで、Z のグレードの方を選んだ方がいいかなっていうふうには思うんですけど、ちょっと武骨な感じというか、まあそういったね、メッキっていうものがあんまりこう好きじゃない方には、まあ、X で、まあ値段を抑えて、まあ、僕個人としてはメッキのね、パーツが入ってるのすごいね、かっこいいなっていうふうに思ったので、外装、まあエクステリアの部分で見ると、まあちょっと Z の方に、軍配が上がるかなっていう風に思いました。で、あとはホイールなんですけど、まあ、Z の方はですね、アルミホイール、グレーのメタリックのアルミホイールが入ってるんですよ。X の方は、まあ、スチールホイール。僕ぶっちゃけそのホイールに関しては、このねマイナーチェンジ前に発売したハイラックスのブラックダリーエディションのホワイトレターがこう入ってる、タイヤとホイールがすごいかっこいいなと思って。んで、後々ね買いたいなっていう風に思ってたので、でまあホイールなんかもそしたらいろいろ選べるじゃないですか。買えちゃうことを考えると、どっちもいいかなっていうのはありますね。アルミホイールかスチールホイールかで、まあ、比べて、まあ、どっちかって言ったら、まあ、結局アルミホイールの方がいいなっていう風にはなるんですけど、 Z にやっぱ軍配がここも上がってしまうのかな。次のねところが一番値段の、まあ、大きな差をね生んでる部分になるとは思うんですけど、安全機能装置っていうのがね、今回のハイラックスはすごく充実しているそうです。レーンディパーチャーアラートといわれる、まあその車線のこうはみ出し防止とかをね教えてくれる、そういう機能があったりとか、あとはね自動ブレーキですよね。その障害物とかそういったものがこうあった時に、まあ自動でこうブレーキでこう制御してくれる機能があったりとか、あとはねこの、まあ、標識がね見落としがないようにこういった標識がありますよっていうのを、まあ告知でこう教えてくれたりとか、まあ車体がね大きい車なんでね、距離感とか結構慣れるまでね怖いなっていう風に、僕もやっぱり運転がそんな得意な方じゃないんで思うんですけど、やっぱねそういった安全機能装置がねあると大きい車乗る時も安心して乗れるかなっていうのがあるんで、まあ大体の人がねここでまあ Z の方をね選ぶんじゃないかなっていう風に僕はね思いました。安全機能性能がね Z の方は充実しているっていうところで、ただトヨタのフロントについてるトヨタマークあるじゃないですか。まあここからミリ波レーダーっていうのがこう出てるらしいんですけど、まあ、周囲のねその状況とかをこう探知してくれるみたいなんですけど、そのミリ波レーダーがね、でもこれはね僕の完全なね好みなんですけど、トヨタマークをねカスタムしてローマ字でねトヨタってこうやりたいなって、そのミリ波レーダーをね取っちゃわないとそれができないので、すごく、もったいないですよね。うん。なんで、まあ、そういったカスタムは、まあ、できなくなりますよ、と。まあ、そこを、どっちをね、取るかって、ところですよね。まあね、その外装とかで結構こだわりたいっていう方は、グレードをね、X にして、その浮いた分のね、費用というものを、そのカスタムするね、お金に回せばいいのかなっていうふうに、結論、思いました。まあ、快適に乗れたりとか、こう、安全性ってものをね、まあ、重視するんだったら、やはりね、少しでもね、お金がちょっと高くなってしまうんですけど、Z のね、グレードを選んだ方がいいのかなっていう風に感じました。で、あとはね、インテリアの部分ですね。
シフトノブがですね、まあ、本側巻きになってると。Z の方は。まあ内装は別にどっちでもいいのかなと思ったんですけど、でも普段自分がね、見える景色って、ほとんど車のこう中に乗ってる部分じゃないですか。そうなってくると、やっぱり内装っていうのも大事だっていうふうに思って、高級感のある方がいいのかなっていうふうに思いました。Z の方は上級ファブリックシート。Z はファブリックシート。ぶっちゃけこのシートの差っていうのが、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、上級ってついてるので、まあ、多少ね、素材が良かったりするんですかね。あと、後ろの後部座席のシートなんですけど、Z の方はですね、6対4で、分割できるみたいなんですよ。まあ、そうするとね、まあ、結構、使い勝手がいいのかなっていうふうに思いました。まあ、自分合わせて友達3人とかで出かけた時なんかに、一つはね、後ろ席をね、まあ、確保できて、もう一方はね、そこのところに、まあ、自分たちの荷物を置くスペースにできるんで、まあ、そういう使い方ってできるじゃないですか。あとはですね、アームレストがね、Z の方は、後部座席も出て、そこにね、まあ、ドリンク置くカップホルダーっていうものもついてるみたいなんですね。ここ意外とね、あんまり皆さんね、気にされない方は、まあ、ほとんど気にしないと思うんですけど、Z の方は、スピーカーがね、6個ついてるみたいなんですよね。車の中に。でも、X の方は、スピーカーが4つみたいです。なんで、結構まあ、音楽とかをね、車内でこう、楽しみたい方っていうのは、まあ、スピーカーやっぱり多い方がいいのかなと思うんで、僕はもう、車の中ではね、もう常に音楽を聴いて移動してるんで、そうなってくるとね、やっぱりね、スピーカーっていうものも、まあ、多い方が、結構ね、いいなっていう風に思うんで、まあこちらもね、やっぱり Z の方がいいなっていう風に思いました。はい。あとね、エアコン。エアコンが Z の方は、まあオートエアコンになってて、X を選ぶとね、マニュアルエアコンなんですよ。まあそんなに気にならない人はね、気にならないのかなっていう風に、ぶっちゃけ思いました。今乗ってるね、車がまあオートのエアコンになってるんで、まあ個人的にはね、まあインテリアの部分でも、まあもちろんなんですけどね。うん、グレードのね、高い方がね、まあ、いいかなというふうに思います。っていうところでね、グレードのね、差っていうところで、いろいろとお話をしたんですけど、まあね、全体的にまあトータルで見ると、まあ Z にしたいっていう気持ちの方が、どっちかっていうと、高いです。まあ最初の方にもね、お話ししたんですけど、後々、そのカスタムとかをね、いろいろしていくことを考えると、X でもいいのかなって。まあ、浮いた分のね、その40万円っていうものをね、そっちのカスタムの費用にして、個性的なね、自分のハイラックスってものをね、作っていくっていうのも、まあ、結構ね、魅力的だなっていうふうに思いました。っていうところでね、今日はまだまだハイラックス購入の方ね、悩んでる僕なんですけど、はい。ちょっとね、自分のね、中でのね、情報整理っていうところでもね、今回したかったっていう部分もあり、こういう動画を撮らせていただきました。もしこの動画が参考になったっていう方がいましたら、グッドボタン、またはね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またね、皆さんも Z か X か、どちらのね、グレードがいいのかなっていうところで、皆さんからもね、意見をもらえたら、僕も参考になるので、コメントをしてくださると嬉しいです。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴していただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。